日もすっかり暮れて帰宅途中の人が多い中、皆さんついつい足を止めて見入ってしまうのがこちらのイルミネーションです。先月末から点灯している鳥取大学医学部附属病院のイルミネーション。6年前から毎年行われるこのイルミネーションの今年のテーマは冬の花火。 LED ライトで7色に変化する花火が表現されています。イルミネーションの中には花火を思わせる和傘のデザイン、そしてその下には満灯と、そこには今年ならではの理由があるんです。新型コロナウイルスの影響で、オリンピックもですけれど、ここ米子市も残念ながらガイナ祭りの開催ができませんでした。で、夏祭りを再現しようということになりまして、今年は新型コロナウイルスの影響で米子の夏の風物詩米子ガイナ祭りや病院近くで行われる花火が中止に。そこで今年はアクリル板にレーザーで繊細な模様を彫り、そこに LED ライトを当て満灯や和傘などを再現。雪だるまやスノードームとこの時期ならではのコラボを演出しています。この日も写真に収める人の姿が見られました。綺麗だった。とっても綺麗でみんなで見れてよかったです。ですよね。どこの祭りもこの度はね、みんな中止でしたけど、今年は考えてあるなと思いました。ちょうどロータリーになってますので、車の中に入ってでも見られますし、感染対策とそれから防寒対策をきちんとしていただいて、楽しんでいただければと思います。病院の外来玄関前を彩るイルミネーションは来年1月15日まで、毎日午後5時から午後10時まで行われます。